他にもそうじゃあ有香さんもプリンが来られたり、で2回戦ラル対モッチ、ラル対モッチキャラクターはベヨネッタ対ロックマン。そうですロックマンもこう出てくると確かに珍しい。そうですね、北海道は何名かいるんですけども、はいはいはい、そんなにしょっちゅう連続で来てる人はそんなにいないかなって感じ。あーなるほど、はい、何名かはいるんです。で大会のこの配信の場面で出てくるのも珍しいかなと思います。それでは準備が整ったようなので配信第2戦目、ラル対モッチ、キャラクターはベヨネッタ対ロックマン。それでは行ってみましょう。はい、まず一発目いきなりリーチタイム引っかかってウィッチツイストから少しは安く済んでいるか、ズラシが非常に良かった。ダイブキックヒットからの空中した、おっと逆にこれは美味しい火力、これで引っかかってしまって掴んで下投げからも入らず、上も入らない。立ち回り的にどうですかね。かなり復帰阻止はロックマン側相当きついカードではあると思うんですよね。そうですね、ロックマンがまあ多少は動けるんですけど、はい、やっぱ直線的な、うん、こう下から上っていう復帰になってしまうので、はい、あとは始まりの高さをどういじったりジャンプを残しているかとか、はい、そういう部分でジャンプ詰めた状態で阻止されてしまうとロックマン相当きつい復帰になっちゃう。上火だけで到達して、うん、まあ、ジャンプは後に残してちょっと読み合いもう少しやりやすくしていきたいところはあります。地上、はい、の立ち回り自体は、はいはい、まあ、ベヨネタが軽いこともあってロックマンの空中ショーとかはかなり撃墜力の面では機能するので、試合自体はかなりパーセント五分状況で進んでますね。今は今のところは、しかし広告から少し撃墜力の不安が出るが、空中後ろ空中後ろとして約14、うん、でね、今のようなのが外れ当たるようになると、はい、かなりロックマン側は非常に有利な展開でどんどん作れるようになる、うん、と。さあこれは後ろ投げで、ね、撃墜ナスマシ1ストメ投げでも撃墜できるんですこのキャラ。下げ空中後ろ、おっとここでウィッチタイム痛恨の引っかかってしまって上スママで早速5分完全に5分ですね、はい、今のところ。さあウィッチタイムを狙っていくか、これは2回入って使い前もう一度はバットリズムで避ける。空中上が非常に2回ヒット 73%、 これ本当に火力高いんで、うん、やっぱ引っかかりたくないですね、はい、これは。ビーフシールドが少し面倒くさいが、ベヨネッタそんなことないか。これは8番台でお願いします。ベヨネッタガンもコンボ指導まず当てたいですね、はい、横切りが豆で潰れていくと、うん、豆が非常に機能してますね。ベクトル怪しかったがまだ耐える。ダイブキック一発ヒットから下級ヒット空中前、ここで稼ぎたいがしっかりベッケンしている。ウィッチツイスト引っかかるがまだ、これアフターバーナーから一発で止めて空中下まで、あーとここ浮いたところに空中後ろで撃墜。1本目選手したのはモッチノックマン、そして今回からプレイヤーカメラ、今回から、はい、プレイヤーカメラも導入されたということで、この試合の間の、はい、試合の間や終わり際始まり際の選手の表情なんかも見れるようになったと。会場の様子もそうですね、まあ、前前方の方ですけれども見てもらえればと思います。あ、2本目
これはステージを少し変更して選ばれたのは村と町、はい、さあこのステージ選択がどう生きてくるのか。ベヨネタがやっぱり上に運んで倒しきりたいというところですね。あとこれはアフターバーナーで公園に通していって、さあしかしこの空上に与えたくない。そうですね、一気にやっぱ稼がれてしまうので、はい、空上だけはなんとか拒否していきたいところだが、モーさん非常に当て感が優れている、うん、これは怪しいですね。横に運ばれるとちょっと怖い。なかなか横への復帰というのはロックマンちょっと弱い部分があるので、空中しろ。そうですね、この下投げからのコンボを避けたくて外ベクエンしてると空中後ろがめちゃくちゃ飛んでしまうという、はいはい、ちょうどベクエンが噛み合ってしまって、はい、なので早い時間帯で撃墜なんてことになってしまう恐れがあるので、かなりベクエンは意識して細かな調整が必要。だいぶキックに対して空中合わせ、はい、おっとメーターブレから空中後ろまで、配信台畑井顔、配信台畑井顔、後ろ。おっとここで空中上で撃墜、結構早い段階で撃墜されてる。メタブレードから空中上、こいつは入らない。メタルブレードで、はい、横火がメタルブレードで止まるのはかなりでかいですね、うん、そうですね、基本の主軸の武器をそのまま立ち回りで相手に押し付けられるっていうのは強い行動なんで、うんうん、やはりレオネッタが攻めあぐねている感じはします。そうですね、ここら辺下強のヒットした時を大事にしていきたいところ、うん、ダイブキック、空中前3発入れて空中ニュートラルヒット。これは復帰阻止の展開は上から回避、うん、弱で起こして空中昇差し返し、リーフブレードを嫌がってで先にかわしてダッシュで反角、安くはあるものの確実で安定性を取っていったか、うん、ガキ上がりは回避上がりを選択、これを通して、そしてここから空中まで確定だがベーク編しっかりしている。モッツさんがバースト拒否しっかりしている。そうですね、ここまで拒否されるとかなり厳しい、しかもウィッチタイムもちゃんと拒否してるんで、はい、空中でこれは飛ぶがいい、まだウィッチツイストヒットするがさすがにこのパーセント帯もうすでに繋がらないか。後ろ投げで撃墜、2ストック残して対応していったのはロックマン。